はい、2021年4月22日ドラクエウォーク、本日はギラの特攻メカバーンとオルゴデミーリア両方出てきましたんで、せっかくなのでダメージどんなぐらいの感じになるのか比較してみましょうということで、例によってレンジャー同じ職業でジュグレンドから全て一緒のなの2人揃えました。無凸のヒートスライサーを持たせて左の方の2番目に配置しているレンジャー BTC の方がオルゴデミーリアとメカバーン装備させまして、左のような心構成、一応ヘルバンフでテストしようということで、心に関してはランプじゃなくてヘルバンフを採用しました。まあ若干ながらでも火力は出せるだろうということ で真珠に関しては下は全く乗ってないです。ギラとイフレムでギラとギラで S と S で 10% ずつかけようということで、それで一番後ろのレンジャーがこれも装備全く同じヒートスライスは無凸装備させまして、で心構成が一応デビーラとベカバーを外そうとしたらこんなぐらいなんかな、ちょっとはっきり分かってないですけど、まあとりあえずどれぐらいのダメージ差が出るのか比較したいということで、ただこれ体力とか見ても100ぐらい減ってくんから、これは心で実際に使うってことはないよな。だったらキングスライムじゃなくても別にいいってなりますけど、まあどれぐらいとりあえずダメージが減るのか比較しようということで、一応ヘルバームとキングスライムに関しては一緒の心構成にしました。それでおまけじゃないですけど、戦闘のバトマスにキーファー持たせまして、まあ、せっかくギラで一応全体だけど単体効果力じゃないけど、どれぐらいダメージ出せるかバトマスで、一応左ような感じの構成、多分あれが最強じゃないかな。一応真珠に関してはギラので、ね、下の方に確かね、回収がね、1個だけ乗っとるんですよ、サッパーが。まあ、それだけはご了承くださいということで、防具に関しては私全くギラアップ持ってないんで、レンジャーは装備、要は統一させたいんでダメージ差を見たいんで、全く同じのを揃えました。とね、応急は確かどっちかがね、一等数だけ多かったと思います。まあ、そこら辺はご了承ください。バトマスに関しては手持ちでヒャド耐性漏れるのを適当に入れただけです。ダメアップとかは入れてないですね。あ、それやっちゃうと何、ひいきじゃないけど、バトマスの方に高く出ちゃうもんで、ね。まあ、とりあえずやっていきましょうということで。前回はあんた確かあれだよね、ヘルバンバやった時ボコボコにやられたけど、今回大丈夫なの30あんた行こうとしてるけど。まあ、やられたらやられたらそれ前ということで。それ、あ、いつものあるあるだね。いつものあるだろうね。こうやってね、動画寄りちゃうとあれだもんね。倒さずに撮っとくとあれだもんね。あるあるということで、まあ、とりあえず行きましょう。結構上がっていくと思うんだけどな、ダメージ的には。100とかの桁はいくと思うんですけど。バフはまあいいっすよね、かかと。あ、一応、移民はマックスだけど、横で比較だからね、大丈夫だよね。ということで、一応、移民のバフに関してはマックスでございます。まあ、とりあえず行きましょう。どんなもんでしょう、これで。これがね、メカバーンと、オルゴ入ってない方、2000円ぐらいで、これが入っておる方、こっちが期待なんですけどね、150ぐらい差が出るか、100ぐらいやっぱ差が出るんだ。これがキーファーの方ですね。これでどんなもんだろう、1600、根っことかで食うとまあまあ与えるんか、これどうなんだろう、こちらのすげえな、すげえな、すげえな。これはとりあえずじゃあルカに入れていきましょうか、せっかくなんで。これでもただずーっと疑問に思ったんですが、メカバーンが何、ギラで大義アップですが、オルゴデミーラが、まあ、ギラヒャドだけど、まあ、一応ギラと捉えて斬撃の方が多めのアップですが、まあ、両方つけば別にバランスは取れとるよね。だから次ギラの何、接待武器じゃないけど、まあ、いきなりあるかな、次のイベントで来るんかな、それは分からんすけど、来たとしてもこれどっちに寄せるんだろう、斬撃に寄せても大義に寄せても両方つけば一緒ですよね。ここは一応手動でやってきまして、どういう風にしていくんだろうね。ギラギラアップも明らかに見え見えだもんね。2600、これでじゃあってことはこれ2800ぐらいはいける、どう、そうだね、1割橋ぐらい、まあまあでかいで、そう考えるとね、そうだわな、心構成のあれ体力見ても100ぐらいが多いですよ。入れれるのは絶対あれだもんね。メカバーンとオルゴデミーラ、それからランプ3体も入れたいですよね。入れたいよね。そうすると1個確かね、コスト75とかにしてね、レンジャーとかその青色、水色、スパスターの心を使っていくと、キングスライム入れんと確かハマらんかったんかな。で、バトマスとか赤だとね、ヒュンケルとか入れれんすよね、確か。あいつも、ヘルコンも確か入れれんかったんです。まあ、これは回復しまして。手動でやっていかなきゃダメな。あ、これバフが乗っとでちょっと回復量悪いですよ。水増しですよ。ちょっとあれですよ。プラシーブじゃないけど、ちょっとあれ持ってますよ。うん、潜在能力の力じゃない、これは。そうか、1割ぐらいでもでかいよな。難しいね。別に、メカバーンのさっきも言った通り、そのなり、大義ですが。で、オルゴ、斬撃ですが。
あ、別に斬撃だろうが代議だろうが、これギラの武器来たらどっちでも別にこの2つのここで普通使っていけるよね。斬撃だから大義だからどっちかの心を何却下するとか、他の火力あるやつとなんか均等になっちゃうとか、どっちつかずになるってことはないよね。それが救いだったね。バーでバトバスに関してもあれだね。これキーパーに関してこれギラのなんか祠とか来たら使えるんじゃないですか。これかこの火力なら全体使えるでしょ。十分別にあれ炎の杖でしたか、あのベギラゴンもあれと合わせても別に配布っていう考えりゃ使ってくるんじゃない。それだけで蓋は確保できるから悪くないんじゃないですよ。前も多分同じようなこと言ったと思うんですけど、私で言うとこれ一応インフェルノがあるか悩ましいよね。選択がね、回復なしでいけるとこだったらよ。あ、でもやっぱあれだ、回復がもしなしでいけてもやっぱ入れた方がいいわ。それ確か前にも言ったと思うんですけど、こっちの方が多分やりやすいわ。結構あれだね、メカバーンだけじゃなくてオルゴ来たらやっぱダメージ上がってったね。ダメージも上がっていくことながら、これ最初の方にも言った通り HP 高くできるっていうのは漏れるところがでかいですよね。ヒューケルの弱点はそこだもんね。それだけだもんね。火力に関しては別に文句ないんだけど、体力がってところなので、そこがコストで言うと18の差、オルゴとかメカバーン、それからランプとの差でヒューケルとっていう意味ででかいよな。体力持っていけるだったらね、同等以上の火力出していけるから。でキーファーもでも結構あれだね、これで。いやマジでホコラ、ギラホコラ向けだよね。カメレオンマンとかあのあたりか。まあでもこのゲームって例えば今回でギラのね心をアップ出してきますが、で武器に関しては一番手に安いってことなり、この SP のヒートスライサーぐらい渡して言うと、あと他バロックとか確かあれ全然出てこんもんね、復刻じゃないけど。ってことはまあ当然あれだね、今回のドルマじゃないけどアンクルホーン温めとったみたいに、どう1ヶ月とか2ヶ月とか先ぐらいにあれかな、ギラ武器来るんかな。だってあいつライオンキャドアップの心あれに関しても出てから結構あれだもんな、温めて落ち合うの来るまでこんだけかかっとんだもんね。そう考えやまだあれか、時間も時間かかるかな、次のイベントってことはないか。匂わせだよね、なんかね。ジバリア体制とかなんか気になるし、ジバリアやってくるかなと思いましたね。ただこれやっぱ落ち合うの普通に横で見ても強いんだな。もちろん私なりこれ防具がないってなりますよ。だけど強いな、あれ普通に。やってみるとなんかクラッとくるね。だってめっちゃヘルバーグあれだもんな、ギラ効くもんな。一応今あるホコラとかメガボンかあたりでまあ一番効くんじゃねえかっていうの、あとアンクルホーンか。アンクルホーンはちょっとメガボンだって、その場所とかの何探すのこんなとか確保っていうのめんどくささでやめたんですけどね。うまーくなんか自分の何隣じゃないけどポコッとりゃいいけど、そんなとこなかなかないもんね。まあでもダメージ的に言うと1割増しぐらいは持ってけるってとこなので、その考えはでかいよねこれ。全然他のこと喋ってますけど、体力も漏れるし、あとあれだね、やりたくないけどレベル上げたくないけど上限解放してくれると、これで107ぐらいの心を割とスムーズにつけていけるってことか。やっぱでもメカバーン、オルゴ、ランプは入れたいよな。どの色に関しても入れたいよな、ブリアリでも最低2つは入れたいよな。赤が2つ使えるっていうとレンジャーとバトマスと、あと何なレンジャーとバトマスと魔法戦士多分黄色ダメだもんね。スパスタあれ赤ダメだったよね。海賊もあれだよな、確か。貴重だよ。レンジャー貴重だよね、そう考えるとね。赤2つ使えれば、虹枠使えれば赤2つ使えるし、で、ランプ、自分のね、適正の色のとこどっちか突っ込めるから。で、それ入れたら、まあに、魔王まで入れたいの、レンジャーなんかね。107、109っていうと、24上がってるから、424ぐらいいるってこと？そうすると75で足りんか。80とか？いや、曲げたねえわ、そんなレベル。どうせまた300万になるでしょう。かける10レベルとかかける5レベルとかでしょう。キチガイみたいな。それを6職業でいいか。たまらんな、それは。でもそれやらんとね、俺つけてけんのもね。どっか1職業ぐらいは上げてかんとってことはね。いやでもこれ確か前回私メカバーンの何これでヒートスライサー比較の時ボコボコに確かやられてるはずなんですよ。その時に考えちょっと成長できた。バフは変わってないですよ、あの頃と。あの段階はそれ以上伸びてないですから。防具的にあれかな、回復が揃ってきた。それはあるあれで、あの時ってベノマラ持っとったんか、ちょっと覚えてないな。ヒートスライサーに関しては全く私これ取っつってないから、
2本あるで本当はとついたいかなと思ったんですけど、こうやって比較じゃないけどなんか心入った時で遊べるからそれ用には一応残しておきたいんですよね。強くなったんかな、強くなれたんかな。オルゴの心がでも入荷しただけでもあれか、これ2人使えとるもんね。オルゴの心がセットとバトマスに関しては結構インチキだよね。あれもうここでオートできますよ。とりあえずだってあれ火力出せる設定のはもう体力だって700近いとこあるから、やっぱ750ぐらいは欲しいけど、だからヒュンケルを変えたいですよね。もうちょいであそこの枠で、あれもうちょい体力あるとこ、あれでもあそこアームラインを入れようとするとコストがね、だからホラビをもうちょい下げてってとこだな。そこら辺でバランスだな。強敵とかを戦っていくんだったら多分あの設定でいかんですね。ヒュンケルを外しますね。あれをアームライオンとか入れて体力多いのにして火力落としてでもってことで、自分ながらにあれか、一応ちょっとは強くなれた。ありがとうございます。いや心でありがとうって言っておきますよ。次またなんかあのありがとう言わなかんやつ来たら押さなかんもんで、まあ、とりあえず心で言っておきますということで、一応装備とか職業それから熟練度なんかに関して全く同じ感じで左の方に一応見えとる通りなんですけど、こんな風でやったんですよ。アクセに関してはもう全く意味のないと揃う意味でこんな感じ、応急だけ一つ違う分かも、それだけです。まあそれはご了承ください。それで強さに関してこれ、だって体力約100ぐらい違いますけどね。でかいよね。守備力だって80なので。まあもちろんこんな何、こんなって言ったら言い方悪いけど、クマンはね、コスト20いくつも余っとって、キングスライムはまず入れんよね。これルワームを何、火力で植物相手だからやってくって100歩譲って入れたにしても、キングスライムは変えるだろうね、これで。十分魔王入れれるもんで、ね。ただ、比較っていう意味で一応こういう風にしたんですよ。ここ変えん方がいいかなと思って。で真珠に関しても下は全く乗ってないです。一応三河市ならまあいいだろうって、そんなあるわけじゃないもんね。これはメラギラダで関係ないとして。で、こっちが器用さ40。まあこれぐらいならいいだろうって。器用さってあれなんかな、影縛りの影響なんかな、よくわからんすけど、私も全然。だから、まあこれなら多分何、ダメージとかに影響ないだろうということで、で、こっちもメラギラダで関係ないということで。ほんで、バトバスに関しても装備は一応できるだけ火力アップのを外すのにして、まあ、ヒャド耐性だけずらーっと入れて、一応あれか、これの盾だけ持ってっていうところですね。で、真珠に関しても、これだけが会心なんですよね。他にないもんで、これはご了承ください。うん。会心ならばいいでしょう。力20とかでちょっとあれだ、ごちゃっとするとこありますけど、これは回復魔力なんでね。回復魔力こんなとこ乗らんでいいね。この HP 乗ってくれんだからね、ここら辺にね。逆だよね、これで、ね。ここは攻撃魔力でいいよね。こっち回復魔力だね。まあそういうことは別の話としまして。とまあそんな感じ、一応本日オルゴまあね、揃ってきて、ギラ比較ということでこんな感じやってきましたけど、まあ確かにこの構成は使わんけど、これ素直に強いよな、普通に。だって体力これで650。まあちょっと少ないとこあるけど、ここあれだよね、変えていくなら、ちょっと待ってくださいね。力にして変えていくなら、まあ絶対魔王を使うだろうね。植物だから入れましたけど、魔王入れてっていうところだ。ちょっと一旦変えてみますよ。魔王入れて、ここで余るから、ここどうか、ランプ、あ、じゃあ、これランプだ、ランプ。ごめんなさい。こうだ、こう。普通に行くならこうだろうね、素直に。これで700。これなら本当あれだよね、バトマスとこんなような感じで、火力も出せて体力もまあ700近いところ。バトマスに関してあれだろうな。ヒューケルを変えたいよね、これは。ここを外して、違う。これを一旦外して、で、ここ、ランプ入れて、で、ここで調整か。ヘルコンが入らんですよ。確か。81ダメなんですよ。これ悩ましいんだよな。キラーパンサーなんか入れれんもんな。シャドウサブは結構きつい。だったらランプを外してあれか。ライオン入れれば、そうだな。エビルホークか、ドルマじゃねえもんな。で、エビルホークでも入らんか。ヤマタノオチも入らん。メタルハンターなんか入れたくねえやな。ツブリンとかになるってこと？嘘。まあ、一応全属性あるけど。あ、でもこれならまだあれか。700あるか。これが妥協点。ツムリンを許せるかってことだけど。ただ一応全属性 5% あるから悪くはないんじゃん、意外にこれなら。ちょっと使いたくないけどね。こんな感じかな、使っていくなら。これは結構あれじゃないですよ。実現性高いんじゃないですよ。キングスライムのちょっと体力の低さが嫌だから。でもあれだな。メカバンとオルゴギラなら外せんし、ランプ外すぞ。だったらこれを、魔王にしていくか。魔王にしていくと何入れれる？全然話それてきましたけど。いや、それぐらいこの107の心いっぱい使いたいんだけど、悩ましいですよね。ああ、そうか。ここら辺でバロンバ体力ねえもんな。うわ、結構きついで、これ。これで入らんのか。ヘルコーぐらいだと入るんだ。ただ色があれか。呼吸？
呼吸かかっていっちゃうな。妥協案これならまだあれ 7% だで斬撃待機耐性 5% あるから、これならまあ悪くないんじゃないですか。体力一応ここがもう9大点だよね。これぐらいじゃないですか。770でこれいいんじゃない。これだったら一応斬撃待機の耐性 5% あるから、全属性じゃないけど呪文とかあれだけど、で一応これ斬撃待機 7% はまあ乗っとるから、火力的なところはさすがにっていうのはありますけど、こっちの方がやりやすいんじゃない。多分魔王あるし、ただこれがあれだもんな、斬撃の方が多いから大義だもんで、ヒートスライサーでそこだけだけど、これこっちの方が私多分好みだな。これはさすがだいもんで、まあとまあそんな感じで、本日はこんな感じでヒートスライサー一応オルゴとメカバーン入れたり入れんかったりの方で比較してみましたけど、まあ1割ぐらいあるだね。ダメージ的に言うと150とかぐらい、前後ぐらいザクッと1割ぐらい、めんどくさいからまあ1割ちょっとないぐらいですけど、その点もでかいよね。これで体力差もあるもんで、火力がなり1割は、まあ、1割としといてください。めんどくさいから上がって体力で100ぐらい上がるなら、まあこんな心構成はさすがにしんすけど、その点もでかいよな、十分にね。いや、でかいです。オルゴあるだけでも。さあ、ランプが3つ使えると思うよね。メカバーンと一緒でね。まあ、そんな感じで本日は比較してみましたけど。よかったね。なんとか前回あれだもんね。確か私これボコボコにやられて何遍もやり合わせて、なんかダラ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 やっとった覚えもありますよ。なんとか一応ね、私もまあ成長してきたということで、これは決してバフの力ではないということで。はい、ということで、そんな感じ。終わり。